骨の趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりに顔出しなんですけれども、今回はねちょっと大きいものなので、ちょっとね久しぶりに顔出ししたいと思います。まあ、今までねちょっとねカメラとの距離がね遠くて声が拾いづらいっていうんでね、なかなか顔出しとかできなかったんですけど、今はね、まあ、ここにねピンマイク、あれもうちょっとピンマイクをねつけてるんで、こうやって離れて撮ることが可能になりましたのでね、まあ、極力、大きいものはこうやって行こうかと思います。はい、今回ご紹介するのをお見せしたいと思います。はい、こちらバン、はい、見てください、でかい。はい、これはねまた海外から届きました。もう見えますよね。はい、まあここにワンピース、はい、ワンピースって書いてあってね、ここにシルエット、このね中に入っているフィギュアのシルエット、はい、デカデカとありますね。で、私初めてなんですよね、ここのね爪アート、こちらはね海外で版権を持っている会社です。はい、そこが出しているフィギュアなんですけれども、自分ね多分初めてじゃないかな、爪アートの正規品。はい、なのでね今回はこちらをね紹介していきたいと思います。では早速ね、まあ段ボールからちょっと取り出してね、外箱の感じを見ていきたいと思います。はい、主観視点に戻りました。はい、こういう感じで入ってましたね。はい、いやーこれはかなりやっぱり丁寧に梱包されてますね。いや、めっちゃすっごい、本当ね国内の大型フィギュアのような梱包の綺麗さ、これは素晴らしい。ではね一つずつ見ていきますか。まずはねこの爪のアクリルプレートですかね。はい、それにこの版権ですね、版権の、シリアルナンバー入りのライセンスカードですかね、5200体作られてんだね。5200体、結構作られてんだな。はい、で白い紙に包まれたこちら、こちらは何だろう、あ、エフェクトですね。エフェクトもすげえ綺麗、なんだこれ。いや、ほんとクリアからも薄いパープルになって、もう最後はねもう濃いパープル。いや、すげえ。いや、これね刺さるね、痛いわこれ、危な。はい、はい、お次はねゾロにつきものの三刀流の鞘。はい、いや、これもいいね、細かいですね作りが。いや、素晴らしい。いや、すごい。はい、でもう一つのこっちも多分エフェクトですね。そうですね、エフェクト、凹凸があるんでここにパーツを差し込む感じ。はい、で大きいのがゾロの下半身ですね。はい、うわすごい。まあね、スタチュー特有の匂いはあるんですけれども、
やこれすごいな、綺麗、本当綺麗に塗装されてる。いやこれは感動もんだね。うお、試してみるか。ふんどし一丁だね、それね。いやすごい造形。うわ、こう陰影とかがね、すごい綺麗。しっかり作られてるな、これ。うん。はい。で、続いて上半身。上半身もすっごマッスルボディが綺麗だな、これ。いやすげえ、もう背筋もすごい。いや素晴らしい、もうねほんと綺麗なんですよ、このシャドウの吹き方っていうのかな、もう陰影のねこの付け方がもうすごい美術品レベル。はいはい。でこちらが頭部パーツですね。はい、はい、頭部パーツ、いやーすーげー、もうゾロのね、この鬼気迫る表情、めっちゃよく再現されてる。このね、目のね、描き方とかね、めっちゃ、もう原作まんまみたいな。で、歯食いしばってる。で、ゾロ十郎なんでね、曲げがありますね。はい。いやー、このね髪の毛もすごいシャープに作られてますね。うん、いやーすげえかっこいい。はいはい。あとね刀2本。はい、こちらはねまだあの閻魔じゃないんで、こちらは三代鬼徹と秋水。いやこれね、これステンレスかな。うん。音でわかりますよね。うん、プラスチックじゃないんですよ。多分ステンレスかな。いやすごい、よくできてますね。いい仕事してますわ、これ。再現度も高い。はい。で、こちらがね、肝心要の台座です。めちゃくちゃ一番重い。こちら。何ですかね。この芸術品は。いやこの台座だけでなんだこの高級感、ほんとね刀を置く台座みたいな感じだよね。いやすっげー綺麗だね。でこれはなんだろう、神社の鳥居じゃないな、あれか、橋か、橋のあれですよね。でね、ここに爪のマークが入ってるんですよ。いやこれはいい。いやすごいね。あー裏、はい、裏もねゾロ和のって書いてありますね。和の国編のゾロですよということですね。はい、いやすげー。はい、
で出し忘れましたがね、ちょっと台座の端っこにここのね着物の一部が入ってましたね、入ってましたね、入ってましたね。あ、ハーブでも落としてね、割っちゃったかと思って、ちょっとで、ほんとね、スタチューはほんと割りやすいんでね、うん、30センチぐらいの高さから落としても割れますからね。はい、ここは慎重に扱わないと。はい、という感じですね。とりあえず全部出たかな。ではね、もう早速組み立てちゃいたいと思います。はい、では早速ね組み立てていきたいと思います。まあ、手探り手探りでねちょっとやっていきたいと思います。まあね、だいたい穴とかね、そういう形状で判断して置いていく感じですね。はい、ここはマグネットなんで吸い付くようにつきます。でお次はね、こちらを先に取り付けるんですよね。うん、実はねちょっと録画ボタン押し忘れてね、先走ってちょっとロケハンしちゃいました。はい、なので分かっちゃってんですけど、これをね次先にここにね、このつま先を入れる感じ、うん、入れる感じで、でちょっと分かりづらいかな、ここにもねダブ穴があるんで、そこに膝を入れると。はい、そうするとね横はこういう感じになります。その上にさらにこのエフェクト、はい、こちらをねかぶせます。はい、カチッとね、はい、そうするとねジェット噴射のような感じで、はい、再現されますね。はい、まあ疾走感のエフェクトとは思うんですけれどもね、めっちゃすごいジェットロケットのような噴射。はい、でお次がね、上半身を組み立てる前にこちらのね鞘をねここの穴に入れます。はい、ここですね。はい、こんな感じで、その上にこれをね置く。これもねマグネットなんで吸い付きます、ペタッと。はい、でその上にこの上半身を入れる。はい、さあこっからねロケハン終了です。はい、ここまでの段階まで組み立てて録画ボタンを押し忘れてたんですよね。はい、でこっからはちょっとね未知の領域なんで、まあ、手探り手探り組み立てていきたいと思います。この段階でめっちゃかっこいいな、これ。刀がねどっちだっけね、右手が秋水だっけ、左手が鬼鉄、どっちだっけな、うん、左手が鬼鉄ですね、こっちですね。はい、で右手に秋水と。はい、で最後に頭部をカシャコン。はい、出来上がりました。いや、めっちゃかっこいいぜ、この躍動感あふれるポーズ。いやー、これじゃ分かんないよね。はい、ということでね、ちょっとね回転台座に乗せてね、うん、皆さんに一度全容をね見ていただきたいと思います。ではご覧ください。
鉛のような光放つ繋いだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる帰らぬ時間よ玉浦の幻見せて叶うことのない想い引き裂かれて月と狼の違いよ果たされぬ想いだけただらなら仮想に巡る季節の果てに確かなものなんてないのに蜃気楼のよう記憶のかけら消せないまま心の鉛が積み重なるどれだけ償えば罪は晴れるのかあなたを思うこともただ待つことも許されはしないとって後の奇跡を今降りはいということでね回転させてね見ていただきましたがどうです？さすが爪痕というしかないでしょうこのガレージキットは。いやすげえなー、めちゃくちゃ出来がいい、そしてかっこいい、めっちゃ躍動感もある。なんでしょうねこの今にもこの切りかかりそうな蹴りかかってるんでしょうね。もうね、うん、この躍動感、うん、疾走感もあるよね。いやこれは素晴らしいよね、ほんと素晴らしい。いやーこのねこの後ろからの角度もね絶妙だね。もう刀がねもう後ろに伸びてる感じがねあってね、めちゃくちゃこんな構図のフィギュア見たことないですよ。すごいよね、うん、いやーさすがチョイスが違うね、半剣持ってるところは。いやすげえ、いやーやっぱかっこいいわ、全体通しても全てがかっこいい。これはいやー初めての爪アート、これは素晴らしい。はい、ということでね今回はねガレージキットでもね本当に初めてですかね爪アート車は。いやさすがとしか言いようがないですね、もう出来は。うん、まあね版権を得てないガレージキットにもねもちろんすごいのはありますけれどもね、うん、まあなんだかんだね版権がないものだとねやっぱ周りがね、うん、なんかいろいろ言ってくるんですよね、うん、いや違法じゃないかとかね、うん、まあ、そういうのも言われるんでねやっぱそういうの言われたくない人はねやっぱ案件があるねこういうね爪痕とかね他にもね案件を得ている海外のガレージキットあるんでね、まあ、そこら辺を購入してみるのが一番いいかなと思います。はい、私はね気に入れば別に半券ありなしで、購入してますけれども、はい、まあ、それに対してね、まあ言ってくる方もいますが、まあ、別に私は自分の買いたいものを買って紹介させていただいていますんでね、はい、別になんとも思いません。はい、ということでね、まあ、それにしてもねやっぱ爪アートはすごかったっていうことですね。いやー素晴らしい。ということでね、ガレージキットはね、この後も続々とね、ご紹介していく予定でございますので、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録してね、次のガレージキットまでお待ちいただければなと思います。はい。ということで今回はね、こちらのワンピース爪痕者のね、ワノ国編のゾロ、まあゾロ十郎ですね。はい、こちらをご紹介させていただきました。では今日はこの辺でお別れしたいと思います。
皆さんご視聴どうもありがとうございました。